ったら時間が少し経ったので油取り紙を確認してみたいと思います。じゃん。こんにちは、かなです。前回の動画では韓国と日本の半々メイクに挑戦してみたんですが、いかがでしたでしょうか。それでですね、今回はその前回の動画にもちょこっとだけ登場したクレアスの BB クリームなんですが、その BB クリームについて気になるってコメントもあったので、今日はその商品についてもう少し詳しく紹介していきたいと思います。よければ最後まで見ていってください。特に韓国コスメが好きな方はぜひぜひチェックしてみてください。それではスタート。じゃーん。まずはこの BB クリーム、実際韓国での口コミ評価はどうなのか調べていきたいと思うんですけど、日本にアットコスメっていうコスメの口コミを見れるサイトがあるじゃないですか。でそれ韓国にもグローピックっていう似たようなサイトがあるんですね。だから今回はそのグローピックを使ってこの BB クリームの評価を見ていきたいと思います。グローピックでクレアスを検索してみたいと思います。でクレアスに入ってみたら、なんか商品がいろいろありますね。でやっぱりトナーはベストセラーなんですね。一番上にあります。それでは BB クリームを見ていきたいと思います。BB クリーム3位って書いてあります。すごくランクインしてますね。2018年上半期グローピックコンシューマービューティーアワードではフェイスメイクアップと BB クリーム部門で3位にランクインしてますね。で過去の受賞歴を見ても、2015年には2位、そして2017年には1位っていう風に未だにランクインしている商品ですね。口コミを少し読んでみたいと思います。全部韓国語で書いてあるので、私が日本語で大体訳して紹介してみようと思います。でまず一つ目が、サンプルを使ってみたんですけど、完成度がすごく期待以上で良かったですっていうコメントもあったり、すごく自然な肌を作ってくれるのを助けてくれるベースみたいですっていうコメントもあって、使ってみたベースメイクの中で一番自然で潤いがあって、最近の季節にぴったりの商品っていう口コミもあります。口コミの全体評価を見てみると、すごく評価が高いのが分かります。これだけ評価が高い商品をもっと詳しく見ていきましょう。そしたらまずテクスチャーから見ていきたいと思います。これを手に取ってみたいと思います。このぐらい、すごいこんな感じで伸びがいいです。で全部塗ってみます。でカラーはすごくナチュラルで肌に馴染みやすい色味です。はい、伸ばしてみたらこんな感じなんですけど、塗ってない方の手と比べてみると、すごく自然にトーンアップされてる感じで、すごくもちもちした感じになります。それでは今からいくつかテストをしてみたいと思うんですけど、まずはこの手のベタつきを調べてみたいと思います。で使うのはこの紙を使ってベタつきの検証をしてみたいと思います。それでは振りかけてみます。いや、お、一つもついてないです。一つもつきませんでした。もうベタつきは大丈夫な、大丈夫、ベタつきはない感じですね。次に油分テストに入っていこうと思うんですけど、油分テストはこの油取り紙を使って検証をしてみたいと思います。この油取り紙に BB クリームをのせてあげます。こんな感じでのせてあげて少し時間を置いてあげます。はい、で今日もBB クリーム、クレアさんの BB クリームを使ってきたんですけど、私も BB クリームを使い始めてもう3週間ぐらい経ちます。で個人的にやっぱ一番お気に入りな部分はナチュラルなところ。で本当に私厚塗りとかすっごいしちゃうタイプで、他の BB クリームを使っていた時は本当に白浮きがひどくて、もう友達にもう肌と首の色全然違うよみたいな指摘を受けてた時もあったんですけど、このクレアスさんの BB クリームは本当にナチュラルなので、私みたいな厚塗りをしちゃうタイプの人が使っても
こうナチュラルに仕上げてくれる商品なので個人的にはすごく気に入ってます。はい、そしたら時間が少し経ったので油取り紙を確認してみたいと思います。じゃん、こんな感じですね。でも油分はどうでしょう、ちょうどよく出てるんじゃないかなと思うんですけど、この量に対して見ますか、この量に対してこれくらいの油分なのでちょうどいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、こんな感じでクレアスの BB クリームについて紹介してみました。皆さんいかがでしたでしょうか。でこの BB クリームはナチュラルで綺麗な肌の演出をしたい方に本当におすすめなので、ぜひ参考にしてみてください。それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画もお楽しみに。バイバーイ。